オッケー。じゃあ、第2回 BBCS 大会始めていきまーす。よろしくお願いしまーす。スタートボタン押してください。Please select your character. 本日大会参加が25名。まさかね、アルファの大会でトーナメント用紙を2枚用意するような日が来るとは思ってませんでした。大変嬉しいです。さあ、まず0回戦ですね。本日25名なので0回戦が1個だけあります。ワンビがブラッキーさんとなる。ツービガはブラッキーのダメだ。さあ、まずは開幕距離を離す。スパイクを打って氷を通してシュート。ここは逃げていきたい。さあ、2本も決めるのはブラッキーのダメだ。さあ、ゲラムを取ってプライマリーを削りつつ羽をかわしていく。ここでタッチカウンター。これはバーサーを通していく。画面端に追い込んでシフト。アップバルサーを使った投げ。さあ、ここから前へ前へのグレーのループ。そこは無防備でした。画面端に追いつつカウンターサイドで切り返して加速。ここに向かって。さあ、2人が刺さってバレーコンボに姉さん、お願い。さあ、ここは分かりにくいが多分怖くて押さなめた。落ち着くでしょう。システム始動。いくよ。スパイクとシックルで固めつつ黄色切れて。ここでレガシー発動。今のは若干 C の応答のイメージがありましたが、レガシーに含まれてしまったという感じで。いくよ。さあ、これは、あれですね。ガブラ、残り1個なので、アラームが出ないようにヒットし、失敗しちゃったんですが、これはバーストで切り返して、やりますね。さあ、しっかりバリアを張って、レンジャーナイスも角半取って、一本取るのは紫さんのカルル。予選の勝利を放つ。姉さんを前に出して、中距離での読み合い。ブラッキーのラムダ。稼働実験終了します。ラムダ。じゃあ次1回戦、次の試合僕とフィルムさんですね。はい、
最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ僕こっち側で。自傷兵器との衝突を確認。自傷兵器の反応は正常。Please select your character. Ragnar the Blood Elf. Hakumen. The wheel of fate is turning. Level 1. Action! Counter! Counter!吸血鬼に踊らされるとは、まさに道化の極みだな。